キャンベラ・キャバルリーはオーストラリアン・ベースボール・リーグに加盟している野球チーム。本拠地はオーストラリアの首都キャンベラ。馬のロゴマークが見られる。略称はキャブス。ビエルが開幕する2010年に創設され、初年度より同リーグに加盟している。2012年から2013年シーズンに球団創設後初めてリーグ戦で優勝。 またチャンピオンシップシリーズでは前年までに連覇中のチャンピオンパースヒートを破りビエルチャンピオンとなった。また、同2013年11月に開催された2013年のアジアシリーズにオーストラリアチャンピオンとして出場した。予選リーグ以来ライノズ戦にてビエル球団として史上初めてアジアシリーズで勝利し、準決勝でサムスンライオンズ 決勝で統一セブンイレブンライオンズを下し、オーストラリア代表として初優勝を果たした。これにより、レギュラーシーズン、チャンピオンシップシリーズ、アジアシリーズの3タイトルを同一年度で獲得し、ビエル史上唯一の3冠達成球団となった。2019年7月には NPB の横浜 DNA ベイスターズと戦略的パートナーシップを締結した。ありがとうございます。